パブリッシャーウィークエンドのスチームセール情報です。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ユーロです。パブリッシャーウィークエンド来てましたので、また、おすすめスチームゲームということで動画配信しようかなと思っております。ですね、そのパブリッシャーはリボルバーデジタルという会社です。まあ、どんなゲームがあるかというと、まあ、ざっと見ていくと、まあ、こんな感じですね。まあ、タロスっていうパズルゲームであったりとか、シャドウウォーリアっていう、あの、日本のを舞台にしたアクションゲームであるとか、あとは、まあ、テニスゲームであるとか、まあ、ハートフル彼氏、まあ、ハトが、彼氏の恋愛ゲームであるとか、オリオリっていう、スケボーで、進んでいく横スクロールのアクションゲームとか、まあ、いろいろありました。はい。じゃあ、この中でどれを紹介するんだい？ユーロさんはどれを紹介してくれるんだい？え？っていうね、声もあったりなかったり、まあ、ほとんどないんですけど、まあ、一番、まあ、お買い得なんじゃないかっていうのは、これですね。セリオスさんコンプリートパックです。はい。で、これは、まあ、9799円が 90% オフで979円で、まあ、非常にお買い得。しかも、まあ、これ見てもわかるように、シリーズ1から3まで、すべて、まあ、購入できて、で、ダウンロードパックも、そこそこついてくるっていう。まあ、そういうものが、安くなっていると。はい。で、このね、ゲームがね、またね、ぶっ飛んでるんですよ。はい。最新作の3見てみましょうか。まあ、これ、あの、私のフレンドは、ほぼ全員持ってるんですが。はい。プロも見ていきますか。舞台はエジプトみたいな感じですね。Perfect never lasts. で、ユーザーレビューも、まあ、非常に好評なので、まあ、割と、いい評価を得ているゲームです。で、このゲームは、FPS ですね。一人称視点のアクションゲームなんですが、まあ、これ見てもわかるように、人をこうバッタバッタ倒していくんじゃなくて、クリーチャーを倒していくんですよ。で、またこのクリーチャーがですね、すごく個性的でですね、まあ、いわゆるこう、狼系であるとか、まあそうですね、ドラゴン系であるとか、まあそういう獣ではなくて、まあ、これを見ると分かるように、ものすごく個性的なものが使われていて、まあ、それを見るだけでもすごく、あの、楽しめるんじゃないかなという作品になっています。で、これ、見て分かるように、単純にもうバッタバッタとこうやって壊していくと。敵を倒していく。で、この、倒していくこの、なんていうか、倒れた時の、破壊した時の、この、血しぶきが飛び散る感じとか、そういうのがすごくリアルで、ものすごく爽快感があるのが、このゲームの特徴なんです。まあ、特徴なんですって言っても、まあ、やったことないけど。はい。で、こういう、まあ、いわゆるドゥーム系の FPS が好きな人は、まあ、割とやってると。で、リリース日が2011年11月23日で、まあ、5年前ぐらいの作品なんですが、割と評価の高い作品です。ああいうこう、闘牛みたいなのもいれば、ね、この、クリーチャー見てください、これ。なんだよっていうぐらい、こう、変わったものがあるんですね、こういう。なんかほら、学生の時とかに、クラスで一人ぐらいいた、個性的な獣を、自由帳に書く生徒っていたじゃないですか。自分のなんかオリジナルの怪獣を書いて、まあ、友達いるのかいないのかわからないですけど、一人黙々と書いて、どうだと言わんばかりに見せてくる。まあ、ちょっと変わった生徒。まあ、そんな感じですよね。この、襲ってくるクリーチャーは。うん。ものすごく個性的なゲームだと思います。はい、こんな感じのなんか、クワガタみたいな、よくわからないやつ。もうこれなんか究極になんかこう、ノートに書いてそうな感じですよね。
両手に鉄球持って、体は人間で、なんか頭が、こんな、何かが取り付いてるような、そんな感じであるとか。まあ、こういうミノタウロスみたいなものも言いますが、はい。はい、ちょっと日本語のレビューを見ましょう。まあ、19.9 時間とか 39.7 時間とか50時間67時間、まあ、結構やってる方じゃないかなと思います。まあおそらくなんかメインのゲームがあって、まあちょっと息抜きに、まあ何も考えないで爽快なアクションゲームないかなということで多分プレイしてるような感じだと思います。でレビューですが、あ長いな、長えなこれ。もう一つぐらい見ておきましょうか。アホみたいな量の敵を頑張ってなぎ倒していくゲーム。まあこれに集約されていますよね。まあ結局たくさんの敵を倒していく上で、やっぱり敵に種類がたくさんないと、あるいはユニークなキャラがないとすぐ飽きてしまうと思うんですが、まあこのゲームは、まあそれをクリアしているということで、割と評価が高いんだと思います。序盤は何だったのかと思うぐらい、まあ中盤から後半にかけては敵だらけになると。360度視界のどこを見渡しても画面のどこかに敵が映ってる。はっきり言って異常な数だ。まあ、プロも見たら結構それはわかりますが。近年の対策 FPS にある常識はことごとく踏み潰し破壊され、蹂躙されると。はい。まあ、全方向からたくさんの、敵が襲ってくるということで。でも、絶望的な状況を突破した時の快感、ユニークなキャラ、武器、ステージ、このゲームにしかないものが中盤以降、敵の波と同時に襲いかかってくると。めちゃめちゃみんな楽しんでますよね。はい。まあ、こういうの待っていたんやろみたいな味を占めた感じのステージ構成も良かったと。辛いけど楽しいのよ、みたいな。そういうことが書いてあります。FPS の根源、敵を撃って倒すということをここまで楽しいと思わせるゲームはあまりない、ということ。で、ストーリーはないと。ほぼないに等しいということなので、まあ、ストーリー性を求めるというよりも、まあ、敵を本当になぎ倒す FPS ならではの爽快感を、まあ、感じてほしいということで。はい。まあ、繰り返しになりますが、このゲームはですね、このゲームはというか、90% オフになっているのが何せ、1、2、3、そしてダウンロードパック、すべてひっくるめて、この、9799円が 90% オフになって、979円、1000円以下で買えるということで、まあこれ一つあればもうしばらく、楽しめるんじゃないかなという感じでした。はい。であとですが、まあ、パズルゲームをいってみましょうか。まあシャドウウォーリアも、たくさんのフレンドが持っていて、まあ日本を意識したアクションゲームで割と好評なんですが、まあ、今もうアクションゲームはこれを紹介したので、じゃあ、タロス、行きましょう。はい。まあ、これは、これも一人称視点なのかな、のパズルゲームで、まあ、ポータルとかをやった人なら、やったらすごく楽しめるゲームとなっています。まあ、ほとんどのスチームゲーマーがポータルをプレイしてると思うので、まあ、こういうタロスというちょっと難しい系の、パズルゲームも面白いんじゃないかなと。で、このゲームの特徴は、自分視点なんですが、上からこう、三人称視点で見てるかのような感じを自分でイメージしないと、まあ、なかなかクリアできないということで、よく考え抜かれた、まあ、パズルゲームみたいです。Shall bring death and the end of your generations. はい。で、これはすごく賞も取っていて、はい、まあ、プレイヤーは天の声の指示に従いながら100を超えるステージに挑戦して、世界の秘密を解き明かす。まあ、それが目的であるということです。で、ステージをクリアするためには、シギルと呼ばれるパズルピースを回収する必要がある。テトリスのブロックみたいなものですが、で、そこの、シギルがあるところに行くためには、まあ、様々な仕掛けや障害物が用意されていて、まあ、それをこう、手に入れるための、過程ですね。それがこう、パズル要素となっていたり、まあ、クリアするのにちょっと
難易度が高かったりする、まあ、パズルの要素があるという感じです。で、様々な、装置がステージ上にあって、例えば、まあ、機械の動作を停止させるヤンマーという装置や、ジェネレーターから、照射されるエネルギービームを別のジェネレーターへとつなぐコネクタなどもあって、そのステージ攻略にその、装置をうまく活用して、シギルを目指して、いくと。はい。で、まあ、一人称視点なので、さっきも言ったように俯瞰で、ステージを見る能力が必要。まあ、例えば横から見ますよね、一人称で360度回転しても自分の視点しかわからないですが、それをこう上から見てどんなステージになっているのかっていう、まあ、よくパズルゲームって上から見た作りのやつが多いですが、まあ、これは一人称でありながらそういう視点で見れる、まあ、空間認識能力があるかどうかっていうことを求められるということで、まあ、謎解きの難易度はかなり高いと。で、ちょっと軽く1ステージだけやって、まあ、シギル手に入れようかなと思っていると、もうすごくハマってですね、何時間も費やしている自分に気づくっていうのもあるみたいです。レビュー見ていきましょう。まあ、30分でレビュー、0.3 時間でレビュー書いている人とか、まあ、32時間プレイしている人、まあ、だいたい20時間から30時間のレビューが多いですね。あ、100時間っていう人もいますね。だから結構じっくり腰を据えて、やれるパズルゲームじゃないかなという感じです。このゲームには3つの謎があると。一つはパズルを解くという謎解き要素。一つは重厚な世界観があり、世界の謎を解読していく要素。一つはサムを作った会社がなぜこのような真面目でまともなゲームをパズルを解けた時はとても気持ちよく、部屋ごとにある一つのパズルはとても短いものなのでサクサクと進められます。ポータルにハマった人に、まあ、おすすめですとなっています。はい。まあ、セリサムと、まあ、タロスですね。あと、まあ、そうですね。ハートフル彼氏も見ておきましょうかね。はい。まあ、これはもうなんか、すごく話題になりましたよね。ハトと恋愛する、恋愛アドベンチャーゲームですが。これ今英語なんですが、日本語も網羅されています。はい。で、このゲームは、まあ、ハトと恋愛するゲームと簡単に言ってしまえばそこまでなんですが、もう、それ以上の説明がない、いらないっていうぐらいの感じなんですが、そうですね。まあ、プレイステーション4、ビータ版、ダウンロードコンテンツで出てるので、別に、スチームじゃなくても、まあ、知ってる人は多いんじゃないかなという感じはしますが、まあ、こんな感じで、なぜか、そのハトは、アニメじゃなくて、すべて実写のハトが使われているという、はい、いう感じで。まあ、もともとこれは2011年のエイプリルフールのネタとして思いついたもので、まあ、フラッシュゲームとして公開されたものを、ゲーム化したということで、まあ、でもそのフラッシュゲームの時から注目を集めて評判が良かったので、ゲームになってもかなり、まあ、個性的なアドベンチャーゲームとして多くの人に愛され、まあ、プレイされているという感じです。はい、これが今 75% オフで245円で、まあ、手に入れることができると。はい。で、コレクターエディションは、1480円が370円。まあ、こっちを買った方がいいんでしょうね、多分。すべて、多分フルでプレイしようと思ったら、こっちなんでしょうけど。はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、あと、まあ、いろいろあるんですけどね、この、さっきも言いましたが、スケボーで、横スクロールの、まあ、2D 画面をクリアしていく、オリオリ。オリオリでいいのかな？はい。これは、まあ、進んでいく、まあ、横スクロールアクションなんですが、今みたいに、進んでいくということが難しいんじゃなくて、この着地。着地でタイミングよくボタンを押さなければいけないらしいんです。まあ、それがすごく難しいし、このゲームの肝であるっていうことが、記事に書かれていました。はい、ものすごく多彩なステージがあって、割と、まあ、これも、まあ、何か対策をプレイしていて、ちょっとした息抜きに、まあ、楽しめるゲームであることが紹介されていました。着地の難しいゲーム。となっています。怪獣の背中を滑るとかね、はい、ヘリコプターのヘリの羽に乗るとか、なんか正義の味方みたいなロボットの上に乗るとか、
まあ、いろんなことがありますよ。それは人生いろんなことがありますし、いろんなものに乗らないといけないと思いますし、それを乗り越えないといけないと思います。パブリッシャーウィークエンドを踏まえた、売上上位に来ているものとしては、やっぱりタロスとかがすごく、売上上位に来てますね。パズルゲーム。あとは、セリサムも来てます。はい。さっきの、あれですね。それも結構みんな買ってますね。はい、そんな感じでした。では、前も、まあ、言ってましたが、売上上位のもの、パブリッシャーウィークエンドに乗っていて売上上位のものを見ながら、プレイすればいいんではないかなと思います。いかがだったでしょうか、パブリッシャーウィークエンド、5月10日までのセール情報でした。ぜひ、まあ、活用してみてくださいって、どっち側の人間なんだっていう感じですが。はい。まあ、私もちょっと考えてみようかなと思います。はい。この、チャンネルでは、実況動画に加えてこうやって、面白いセールとかやってたら、不定期で、動画を配信していますので、ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いしたいと思います。このゲーム面白いよとか、このゲームやってくださいっていう、ものがあればコメント欄にぜひどしどし書いてください。私もまだまだ知らないタイトルもたくさんあるので、楽しみながらマスチームゲームをやっていきたいと思っております。ではまた。ユーロでした。バイバイ。